当時デビューして3年目を迎えたトラネスはシングル、アルバムともにミリオンセラー。ボーカルのレイラの日本人離れした声量と音域の広さは群を抜いていて、その曲のほとんどをレンが書いていた。その日、ライブが終わるまでの2時間余り、私はまるでレンの一人舞台でも見るようにレンの姿だけを目で追って、レンがナナの存在に気づいてくれるようにひたすらテレパシーを送り続けた。時々レンがこっちを見てくれてる気がしたけど、その目はすぐどこか別のところへ向けられてしまった。届かないのかな。やっとここまで来たのに。すげえな今日の客、めちゃめちゃノリ良くない？国民性？それを言うなら県民性。ワールドツアーじゃねえんだから。頼むからもう MC で喋るな直樹、アホ丸出しだ。アンコールの曲増やそうぜ、あと2曲じゃ物足りねえよ。リハもなしにか？冗談じゃねえぞ。っていうか無理、時間押してるし、タダで会場を借りてるわけじゃないんだから。マネージャーなのにタケちゃんのケーチ。べー。レイラ、
お前も喋るな。なあレン、お前さ、2曲目間違えただろう。うまくごまかしたつもりだろうがバレてんだぞ。どこ行くのレン。便所。どこ間違えたって。全然気づかなかった。レンでも間違うことあるんだな。気づけよったく。どいつもこいつもうちのメンバーは。気づいてないのかな、レン。ナナが来てること。あんな数の照明当てられたら客席なんか見えねえって。そうなの。知らないけど、こんなでっかい舞台立ったことないし。そんな見えないなんて。でもそうかも。でも最前列だし少しは。ああ、大魔王の落とし穴。気分いいだろうな、こんな広いとこで歌えたら。歌えるよ、ナナならきっと。ブラストはトラネスを超えるバンドになるよ。はい、ヤス、ナナが来てる。なあ、もう終わったの、ライブ。終わってねえよ、これからアンコール。そら、ご苦労さん。知ってたんだろ、お前。なんで言わねえんだ。びっくりさせたかったから。ご期待通り音外したよ。アレンジでごまかしたけど。マジ、そりゃ期待以上だ。笑い事じゃねえ。だいたい東京公演ならともかく、なんでこんな僻地に、しかも最前列。舞台から飛び降りて抱きしめてやるよ。できるかそんなこと。ねえ、何をあめいてんだ。本番中にぶっ飛んでんじゃねえ。出るぞアンコール。行けよ、ナナの連れの女の携帯ナンバーメールで送っといてやるから。ナナに会いたきゃそいつに電話しろ。今さらどの面下げて会えてんだ。もう聞き飽きたよ、そのセリフは。いい加減付き合いきれねえ。もう会う気がねえんなら、ナナは俺がもらう。ええ、出るぞ。おかえり。お腹すいたでしょ。夕飯の用意できてるよ。アンコールは2曲。レンは一度もこっちを見なかった。しかし緊張すんな、こんな可愛い子ちゃんと一緒に飯食うのは。可愛い子ちゃん。何言ってんのお父さん、エロ親父。なんだと。お前こそなんだ、そのターザンみたいな格好は。ターザン。ジャングルに来れ。まるで夢から覚めたみたいだった。結局レンは今やスーパースターで、手の届かない人であることを思い知らされたような惨めな気分だった。すっきりしたよ。ナナも入っといてよ、お風呂。タオル出しといたから。うん、ありがとう。しまった、電源切りっぱなし。ん、ヤス、珍しいな、なんだろう。ナナ大変なの。あんたさ、人が風呂入ってる時になんでさ。だってだ、また殺人事件。違うよ、これ見て、ヤスからのメール。ヤス。ごめんね、ナナ、私電源入れ忘れてて。ほら、ライブ会場で切ってなきゃいけなかったから。もう12時過ぎだし電話かかる。
どういうことこれ。なんでヤスが。わかんない。ヤスがレンに私の番号を教えたのかな。でもレンって音信不通じゃなかったの。なんかよくわかんないけど、どうしよう。あヤスに電話して。はい。もしもしヤス、私。まあナナちゃん、ごめんね、勝手に番号教えたりして。ああ、レンから電話来た。わからないの。え、着信履歴見た。それがライブの後、私うっかり電源入れ忘れてて。もう電話してきたかな、レン。さあどうしよう私。まあ待ってりゃまたそのうちかかってくると思うよ。本当に。多分ね。ちょっと挑発しといたから。ふざけんなハゲ。レンに何言ったか知らねえが、余計なお世話なんだよ。今さらあいつと話すことなんか何もない。言っとくけど、お前が会場に来てることに気づいて俺に電話してきたのはあいつの方だ。俺はそっちの番号を教えただけだよ。話すことがねえならレンに直接そう言えよ。レンと暮らしてたあの部屋の鍵も、レンの首に巻きついてる鎖の鍵も、いらねえんならさっさと捨てちまえ。それで全部終わりだ。二度と抱けねえ女の面影に縛り付けられてる。あいつの身にもなれ。分かったよ。レンの携帯番号教えて。待つのは性に合わねえんだ。もう会う気がねえんなら、ナナは俺がもらう。私にもちょうだい。こら。まあいいや、寝つけないから匠の部屋でトランプやるの。来る？またトランプ？うん、また七並べ。ロックミュージシャンなのにね。俺はいいよ、パス。ロックミュージシャンだし。やろうよ、レンがいないとつまんない。たくみも直樹もたけちゃんも弱いんだもん。相手にならないよ。一人勝ちしてもつまんない。悪いけど俺疲れてるし、もう寝るからおやすみ。あ、そう。ちぇ、レイラ。ん？声枯れてんぞお前、大丈夫？頑張ろうね、残り16本。誰？ナナ。ご機嫌だね。お元気そうで何より。ちょっと話があるんだけど、今から会えない？ああ。あんた今どこ？ホテルの部屋。一人？ああ。そこ行ったらまずい？いや、外のがいいなら場所指定して。いや、外のがまずい。つーか出れそうにねえんだ。じゃあ今から行くよ。何ホテルの何号室？
追っかけがあんなに。バレてんじゃん、ホテル出れねえわけだ。ナナはレンに会ってどうするつもりなんだろう。何を言うつもりなんだろう。ナナは意地っ張りだから心配だよ。心配で眠れそうにないよ。お疲れ様です。君、関係者パス見せて。ああ、パスですね。大変ですよね、こんなところでまでパスが必要なんて。あ、部屋に忘れてきちゃったみたい。取ってくるわ。そっちは一般の人は立ち入り禁止。困るんだよね、君みたいなセスのないファンのおかげでメンバーがどれだけ迷惑してると思ってるんだ。ファンじゃねえよ別に。さあ帰った、帰った。その子は俺が呼んだんだ。見逃して。はい、口止め料。ああ、そうっすか、すみません。限界態勢だね。ごめん、来るべきじゃなかったかな。レン、話せ。私はあんたとやり直す気はねえんだ。会いたかった。策略家だね、ヤスさん。ナナさんの性格からしてあんなこと言われたら意地でもレンに鍵を返さなきゃって思うよね。なあ、それポン。でも鍵渡しちまったらそれで終わりじゃん。本気で終わりにしたい相手ならわざわざ手渡しになんか行かないと思うよ。会う口実さえ作ってあげれば、あとは男と女だからね。シン、どうでもいいがお前最近生意気だぞ。調子乗るんじゃねえ。あ、それロン、ゲ、僕の勝ち。つえ、てめえ引っ掛けやがったな。ほんと可愛くないよお前は。面白いね麻雀って。今度は4人でやりたいな。ナナさんもできる？ああ、昔はよくレンと4人打ちしてたからな。つーかさ、今度はレンも呼ぼうぜ。ほんと会えるの？レンに会いたい。俺だって会いてんだよ。なんだよ、おやさんばっかりレンと2人でコソコソつるんで、いつも俺仲間外れじゃん。レンはお前に合わす顔がねえんだよ。え？やっぱり後ろめたいんだ、ブラスト抜けたこと。あいつ最初はトラネスの誘いも断ったんだよ。したら匠が俺に連絡してきてさ、で俺がレンを説得したんだけど、なんか自分のことすげえ裏切り者みたいに思ってんじゃねえの。そんな昔のことにこだわる必要ねえのに、柄じゃねえじゃん。そういうやつだろ俺は。あんな不器用で過酷な芸能界渡っていけんのかね、心配だよ俺は。うん、しょうがねえな。メールでも送ってやるか、麻雀大会のお誘い。やった。泣いて喜ぶんじゃねえの。そういやさ、やさん、さっき電話でレンのこと挑発したって言ってたけど何言ったの？どういう策略？高額のために教えてよ。
別に策略なんかなんもねえって。わからない、俺のアホさ加減が。頭いいじゃん、ノブさんと違って。頭じゃなくて、お前もまだまだ青いね。あの頃私はもう二度と恋なんかしたくないと思ってた。だけどどんなに傷ついても苦しくても、もう一度夢を見ようって、誰かを心底愛してみたいって、あの夜ナナの幸せを祈りながら、そんな風に思ったんだよ。